こんにちは、ねるチャンネルです。今日は遊戯王のディメンションオブカオスが発売されたので、兄と合わせて3箱購入してきました。まあ私は今回も1箱分しか出してないんですけど、今回私が狙っているのはパッケージにもなっているジャックの使った新しいレモンです。その他にもオッドアイズフュージョンやアニメに出てきたカードなんかも欲しいと思っています。まあこんな感じで早速1箱開けていきたいと思います。こう今回のパッケージこんな感じなんですが、新しいレモンかっこいいですよね。まあちょっとこの辺角折れちゃってますけど、いい感じですね。じゃあ今回も2パックずつ開けていきたいと思います。このカードかわいいですね。新しいカテゴリーのカードですかね。レイドラプターズ。お、これグレートホーン。焦点のグレートホーンですね。このカード強いですよね、なかなか。キラーだけど、このカード、どっちかっていうとグレートホーンの方が嬉しいですね。お、超獣武者。超獣武者デッキ作ったんで、これでちょっとは強くなってくれますかね。お、クリボールちょっとクリボー、毛がなくなっちゃいましたね。黒崎さん。やっぱりこれは新しいカテゴリーみたいですね。お、ファーアニマル。ファーアニマルも今作ってるのでいいですね。お、ベクター。ヨカレさんですかね。なんか顔ちょっと違いますけど。トゥーン。お、超獣武者。レイドラプターズ。エンタメイジ。お、エンタメイトマンモスプラッシュ。かわいいですね、やっぱエンタメイトは。超獣武者。お、このカード、こう、ちょっと気になってたカードなんですよね。かわいいですよね、すごい。超獣武者、文房具。お、これは、ブラックフェザーの新しいカードですね。今のアニメは、クロウとかも出てきて、こう見ててワクワクしますよね。文房具。お、来たー。これは、アルティメットレアですね。ウルトラで欲しかったんですけど、のアルティメットレアもなんか、イラストが起き上がってる感じに見えてかっこいいですね。超獣武者。イグナイト。お、これはカオスソルジャーの新しい儀式魔法ですね。超獣武者、DD、サイコブレイド、エンタメイジ、超獣武者、お、このカード、イラストだけですごい欲しいなって思ってたので、来て嬉しいですね。スーパーレア。まあ、まだね、こう、テキストとかあんま読んでないので、効果わかんないですけど、これは欲しいなと思ってたので嬉しいです。超獣武者。レイドラプターズ。お、デストイマーチ。かわいいですね。キモい。お、スーパーレア。苦渋の決断。このカー
ートはジェムナイトなんかに入れたらどうなんですかね。お、エンタメイト、セカンドンキー、フレンドンキーのお友達ですかね。今回あんまいいのなかったですね。超獣武者に、新しいやつですね。お、スーパーレア。ファイヤーフォース。このカードは、まあいいかな。イグナイト。挑戦士。サイコブレイド。来ないですね、なかなか。超獣武者。デストイマーチ。おー、またセカンドンキー。超獣武者、文房具。あ、ウルトラで DDD ですね。これはいらなかったな。超獣武者 DDD、 お、デストイサーベルタイガーですね。なんかぐしゃぐしゃ刺さってますけど、この子は可愛いのでいいですね。一番欲しいオットアイズフュージョンがなかなか来ないですね。あ、インターメイト。超獣武者、インターメイジ、アーニマル。お、オットアイズボルテックスドラゴン。ウルトラレアですね。このカードは、オットアイズの新しい融合カードなので、なかなか嬉しいですね。ペンジュラムエリア。文房具超獣武者。お、スーパー、竜宮のつがい。これ、イラストはすごい可愛いんですけど、幻竜族のデッキ組んでないんですよね。あ、これは黒崎さんのランクアップマジックですね。超獣武者。もうラストです。いいのこないですね。お、あー、シクレアでこれか。ちょっとこれで被るのは嫌ですね。あ、オットアイズフュージョン来た。ラストで来ましたね。このカードが一番欲しかったので、すごく嬉しいです。これが出た時点で、ちょっとこの箱は、紙箱ですね、私にとって。今回はなかなか、っていうかもう最後のオットアイズフュージョンで良かったかなと思います。じゃあまたキラカードのみ出していきたいと思います。今回当たったキラカードはこんな感じでした。シークレットレアが1枚。アルティメットレアが1枚。ウルトラが3枚。スーパーが6枚。でした。一番欲しかったオットアイズフュージョンが来たのと、レモンの新しいカードが来たのはすごく良かったですね。まあ、今回シクレアはちょっと残念だったんですが、
まあ私的には良かった箱かなと思います。まあその他にもデストイ関係のカードとか長寿武者のカードなんかも結構来てるので、まあ本当に良かったかなと思っています。それでは次の動画で2箱目を開封していきたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。